方がさあ行ってますね。行ってますね。ちょっと板金、まあやろうと思ったらできるけど。うん、この辺、青いマジックのところに、はい、多分ね、片目スポットになるんですよ。なるほど。はい、片目スポットがいいということで、はい、どれぐらいつくのか。そうですね。神、うん、は今までやらなかったけど、今回のあのスーパープントだったらいけるんじゃないかってことで。ということで。やってますけど結構力いりますもんね。ごっと押さえてるね。
綺麗に撮れてる。すごい。めっちゃパネルボンド入ってますね。あ、違う、もう入ってなかったらポローンって取れる、うん、ね。おお、入ってない。ああ、入ってない。ああ、ちょんちょんって入ってるんですね。ここ入っ、すごいな。よいしょ。日本刀でしょ、これ。すごい。お、タガですよね。タガね、ボジョブで取る、うん、使いやすいんで。ああ。よかった。めっちゃ綺麗に取れてる。すごいな。これね、意味があるんですよ、これね。はい。ちょっと深めに、気持ち深めにやっといた方が、あ、言ってましたね、うん、ナゲット作るのにね、はい、このへこんでる部分にスポットが入るでしょ、はい、この表が中に余計へこむ、ナゲットができやすい、ナゲットができやすい、なるほど、そこまで考えてやってるんですね。おお、よっしゃ、ほんまに綺麗。僕がやったら多分何箇所か取れなくて無理やり高値でいやー、だから、あの、面倒くさくても確実にするように印がこうめくって、うんうんうん、あの、色をついてたらどうしても適当なんですよ。ああ、なるほどなるほど。若い時はそれが今もう見えへんから 0.1 ミリずれただけでも取れないですもんね。取れない、うん、見えへんからアピールするな見えるけど、あの、今回の事故でってことですよね。そうそう、これ、ね、次は、そうですね、ちょっと深めにやってみる。確かに言われてみればちっちゃいです ね、ちっちゃいちっちゃい、ゴム切りを、
これまた取れないでしょ、これ。このあの、あ、そうなんか。パネル部分がめっちゃきつい。あ、なるほど。カチカチだもんな、ほら。普通のやつこんだけ綺麗に固まんのかな、いつも不安に思うたら。あ、パネルボンド自体が、あ、固まるって聞いたけど、いや思ってたんですよ。なんかやりやすそうやなと思って、それ。作った手作り、手作り、また何でも出てくるなぁ。こういうもの持ってくるの、はい、ここで食い込んでくれるんですか。はいはいはい。これショックショック、車の、ほんまや、車のショックの、はい、